もういつなんか解説すればいい。だからそう、喋ればいい、ね。はい。そもそもですね、あれなんですね、カメラってのは、物を映すために作られた道具なので、レンズっていうのがついてるんですね。で、レンズっていうのはこれ割れやすくてですね、ひびが入ると非常に使い物にならないですね。しかも刺さると痛いということでですね、意外と皆さん気をつけて使わなきゃいけないんですよ。なのにですね、カメラポロッと落としたりするとレンズ割れますし、でカメラの中も壊れちゃうんでめちゃくちゃ危ないと。だからね、カメラ持つ時っていうのはすごいちゃんとね、両手で支えて持たなきゃいけないんですよね。昔タカさんがね、番組で一気歌った時にカメラ引き倒してましたが、あれ1500万円払ったって言いますからね、タカさんがね。大変ですね。カメラの解説最終的にトンネルズかよって。一発解説王みたいな。ペットボトル、ペットボトルっていうのはペットってね、カタカナで書いたりしますけど、実はあれ PET という言葉の略語になってて、これはポリエチレンテレフタラートという言葉を略して、ペットというふうに呼ばれています。でこれ、特許を取得したのがナサニエル・ワイエスという科学者の人で、これはデュポン社というメーカーに勤めている方で、他にもテフロンとかね、ナイロンとかそういうものを製造したことで有名です。何のために作ったの？これは飲料用です。これサブちゃん使えるかもしれない。いけるかもしれない。適当解説を。はい、チンゴホッカ。チンゴホッカ、よくわかんない。まずそのものそれが何かわかんない。チンゴホッカ、じゃあ、本地衰弱説。それはわかんない。なんで日本史で。うぜうぜうぜ。ホールエル法。ホールエル法はですね、まあアルミニウムをね、作るときに使う、まあ精錬するときに使う、こうやつです。はい。むず。一人だけめちゃくちゃ。ホールエル法はアルミニウム作ることしか知らない。アリ。アリ、あ、アリはですね、英語でアントという。なかなか。まず最初はしげえだろ。アリ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 むずです。昆虫です。アリでもそれか。昆虫だったんだ。昆虫です。はい。虫編ついてるし、ね、感じはですね、虫編にギですね。ギです。ギなんでギなんですか。語りをやっとく。わかりません。使わないでしょ。やったか。もういい、いい。素材は十分。大丈夫、僕。大丈夫か。